このふれあい、あ、これ読んだね。これはいいか。なんと、私のポケモンでは入れないということだ。どういうこと？お、かわいそうに。わしのギャラドスにハガネール。まだあれか。なんて、愛情度的なものが低いってことか。あれ、またお姉さんいるじゃん。こんにちは。テレビことぶきのインタビューです。お話聞かせてもらえますか？どうぞ。ありがとうございます。では早速。怪し亀とお散歩をした今の気分を一言でお願いいたします。一言で、新鮮な感じでした。うんうん、なるほど、ありがとうございました。今回の様子は後日テレビでも放送されます。ぜひご覧くださいね。あ、ほんと出てきた。足おっせえな。てくよ。うわあ、せんくんや。じゃあ待ってたぜ、せんくん。せんくん、お互いどれだけ強くなったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前。待ったなしだぜ。どっちで。おー、ポケモン増えてんじゃん。ムックル、やめて。ステ君やめて。ムックルは頭にすんのはよろしくないと思うんだ。うん、19、結構上がってんね。よし。モーカザルを繰り出そうとしている。ポケモン入れ替えますか？そのままでいいよ。おー、すごーい。やったな、こっちもすごいの見せてやる。火炎車。おー、スピード速い。やめて、あっちあっち、やめて。わー、全然だ。そうか、今一つか。そうか、あっち回復しよう、とりあえず。火炎車めんどくちゃいな。耐えれる子いたっけな。で下げて睨みつける。双方ともにフラファイゼロや。とりあえずスパーク、スパーク、スパーク、スパークかな。オッケー。レベル上がる。ブイゼル、ブイゼル、ブイゼルってなんだっけ。ブイゼルってなんだっけ。カメちゃん、ブイゼルってなんだっけ。聞いたことあるぞ。なんだっけ、思い出せんぞ。あー、君か。君か、連れてないから忘れてたや。回復させていただこう。痛い。ひるむ？大丈夫、いける。回復させていただこう。よし。ロゼリア。いや、それはダメだな。それは変えよう。ロゼリアはちょっと変えよう。噂で打つで大丈夫かな。いけるかな、いけるかな。はあ、バラン。ロゼリアはちょっとね、もうさっきから毒にさせられてるから嫌なのよ。かわいい、かわいい。でりゃ
ケー、大丈夫、毒にならない、大丈夫大丈夫、よし、よかった、へい、だってよ、俺負けちまったよ。やった、めっちゃ持ってる、2352円ももらった。モンスターボール10個買えるやん。うわぁ、また負けたのかよ。これじゃあ最強のトレーナーに挑む俺の夢が、いや、もっと強くなれ、強くなって勝ち続ければいいですか。よし、次はトリバシティのポケモンジムに挑戦するか。じゃあナンシンク、次に会った時の俺の成長に驚け。かわいいな、回復しに行こうか。まさか急にポケモンね、あのバトル始まると思ってなかったよ。もうちょっと街探索しましょうか。あ、でもあれか、そっか、ここおじさんたちが人道、あれなくなってんじゃん、通れるようになってるやん。この先壊れた岩の塔が、岩の塔あるんだけど何なのかしら、すごく気になるわ。よすが、わあ、ポケモンブリーダーだね、あれね、この距離入らん。あー、なんだありゃ、おしくしょう、見つかった、チックショー、君のポケモンはどれぐらい育ってるのかな、近いな、チックショー、ハルキさん、ウソハチ、まあ今回そんな戦ってないからね、いいんですけどね。おお、肩頑丈あるんだ、こらえた、マネっこ、さあ、いいな。スボミーか、最後スボミーか、そうか、葉っぱカッターで落ちたらいいな、無理かな、噛みつきたくない。あ、ですよね、耐えるよね、成長ぐん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 、よいしょ、うん、みんなポケモン文句なしだよ。やっと1000円台出てきたね、ちょこちょこ、さっきから愛情でいっぱい育ててるんだね。そうですね、多分、そうか、あった、あそこか、ここだな、こっちから行ける、あ、行けんのか、こっちからか、お、Bだ、効果抜群、効果抜群、え、Bだろ、なんで岩つくの、水か岩つくのか、これもしかしてついてたっけ、そうか、あの奥に行きたいから、しゃあないな、戦うか、
あれ、いけるじゃん。いけるじゃん。なんだ、ヒメリの実が2個できてる。ヒメリだ。ヒメリもじゃあ植えとこう。あ、え？え？ちょっと邪魔よ。カゴの実。カゴの実はあるね。ヒメリがピーピーか。で、フィラの実ね。よし。OK。OK。あらあら。やっぱり会長に認められたのね。同志が増えて嬉しいわ。お近づきの印にどうぞ。フラワーシール。どうぞす。この人は？あれ？俺は戦うんだ。毎朝ジョギングでポケモンを鍛えているよ。フータさん。フータさん。班長。そろそろ寝る時間じゃない？フータって。ぴょんぴょん。睨みつける。そうか、一角で落ちてるからだ。なるほどな。よいしょ。おっと、足並みが乱れた。なんかすげえ、なんかすました顔してる。腹立つ。たまたま調子が悪かったんだよ的な、あの感じの顔。健康第一、君も一緒に走らないか。いや、外出たくないんでいいです。はい、ってことで、ですね、本日早めの時間でございます。1時23分なんですけど、まあやりたいことがあるので、早めにやってるんですが、設定をね、変えました。オートセーブはこの間まで流れてたんですけども、このお任せレポートをしないにしました。っていうのも、今からね、やるのを、卵を、ね、やるので、卵をするのに、卵はいただいた瞬間から、決まるんですよね、確かね。なので、そうしたいなと思います。あとね、ちょっとね、撮影ミスっててね、画像だけ出しますね。画像だけ出す。あ、出さなくてもいいかな。この子捕まえました。リーシャン。どこだっけ？リーシャン。はい、ってことで、リーシャン、鈴ポケモン、タイプエスパー、高さ 2.0m、重さ 0.6kg。喉の奥で丸い玉を震わせて鳴き声を出す。ふわりと飛んで移動するっていうことで、この子ゲットいたしました。でね、ほんとにね、多分赤いね、玉みたいなのが中にね、いるんですよね。かわいいよね、この子ね。ベイマックスみたいですね。はい、ってことで、今回は卵を、もらって、その子を孵化させながらと思うので、長めな時間をとっておりますと。よっしゃ。手持ちに卵を加えました。何でも聞いた話、元気なポケモンと一緒に卵を連れて歩くと、卵からポケモンが出てくるって、上都地方の宇津木博士がそう発表していたよ。あー、宇津木博士、懐かしい。ってことは宇津木博士か。ってことはさ、あ、間違えた、失礼しました。あったかいポケモン連れてったら早く生まれるとか、それも一緒なのかな。ちょっと入れてみよう。あにゃ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 
入るポニータちゃんをちょっと連れていきましょう。あよし、オッケー。これでいいんじゃない？さて、じゃあジムも行きたいんでジムに行こうかな。ここね。ジムリーダー居場所？あれ？はっきりとは言えないが、君がいろんなところに行けば戻ってくるかもな。すまん、役に立たなくて。俺のアドバイスはまだまだだな。マジか。いないのか。あーマジか、いると思ってた。これね、ヨスガシティポケモンジムリーダーメリッサ、魅力のソウルフルダンサー、ダンサーダンサー。マジでか、いないのか。どこ行ったんだろう。このふれあい広場ではあなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよと。いるのかな。いやー、いないぞ。やっぱいないな。キラキラ。いないね。やっぱいないね。どうしよう、いると思ってたんだよな。困ったね。いないのか。じゃあちょっと奥に行こうか。スーパーコンテストショーに向けてリーダルと特訓しているのです。あ、そうなんや。あ、あそこにも木の実がある。トラント、あら、ゴース。ぴょんぴょん。ゴースオスですね。に翼んじゃね、体当たり消そうかね。OK。うん、いい釣り竿は本当にいいよ。君もそう思うでしょ？はいはい。うむ、君とは気が合うよ。うむ、いい釣り竿をあげよう。やった、あたす、あーす、と。水のあるところならどこでも釣りをするといいよ。ところで釣り竿の使い方、僕が説明しようか。いや、大丈夫です。ポケモンの釣りは釣るまでが一勝負、そして釣ってからも一勝負。合わせて二度おいしいんだな。なるほど。めっちゃ深い感じの言い方してるけど、まあまあ。そんなに釣りせんな。ピラの実が2つできています。取りましょう。ピラの実、ヒメリの実。ヒメリはさっきね、他のとこでね、あの前もって埋めちゃったんで、じゃあここはピラの実を2つとも埋めてしまいましょう。よっしゃ、オッケー。一緒に戦うから私たち強いですよ。もうコテンパンに、コテンパンに、コテンパンのコテンパンにしちゃうんだから。双子ちゃんだ。
はい、何と何で来るんだろう。リカとミカちゃん、ウソハチとマネネ。なるほど。なっ、おー、かわいい。ウソハチとマネネか。これで終わるんじゃないかな。どうなるかわかんない。スタート早いね。終わるね。じゃあ、えい、効果抜群。ウソハチはあれなんだね、頑丈じゃなかったね。リカちゃんとミカちゃん、ミカちゃん、金めっちゃ持ってんな。1600、1人800円ぐらい持ってるやん。すごっ。少しほっとしたみたい。あ、そんなのあるんだ。すごいすごい。ひょっとしてポケモンの天才？私たち、私たちも強いトレーナーになる。決めたの。頑張って。なんかいる。ねえねえ、私ポケモンだよ。かわいいな。確かにな。ポケモンの着ぐるみ着てんな。かわいいな。ポケモンごっこの千尋ちゃん。なるほど。ピカチュウをクリアする。なるほどね。メスかな。メスですね。かわいいな。ぴょんぴょん。あっ、わかった。ごめんな。ピカピカ。よしよし。悔しいなぁ。380円やった。ちなみにさ、このポケモンをさ育ててる間ね、セーブができないんですよ。セーブができないんですよ。まあ、それはいいんですけどね。全然セーブできないのは全然いいんですけど、今までやってきたことが全て水の輪になる瞬間が出てくるのが辛いですよね。お得な掲示板。バッグの大切なものにしまっている道具はショートカットに登録しておけばすぐに使えます。なるほど。壊れた岩の塔がある。へえ。なんだろう。あ、ここにもある。ズリの実。あん中どうやって行くんだろう。あー、居合切りがある、あそこに、右上に。よしよし。あー、めっちゃ人いっぱい。あの塔なんだろうな。鋼の翼。なるほど。ここ何？